ローソンの番内食堂監修、北方ラーメン、に曇りンを買ってみた。本当は一等監修のカレーラーメン食べたかったんですけど、偶日行っても見当たらないので販売終わったんだろう。ちなみに肉盛り、番内食堂監修、北方ラーメンも8月30日で終了だったみたい。食べた感想。 麺が中華麺というよりうどんに近い柔らかさ。太めな麺のためか。麺量は結構ある。食べ応えは良いけど麺の柔わさがちょっと辛い。肉量は多い。味は前回よりは良い。麺まはないのかなと思っていたらガチでなかった。 ネギは細かく少ないため食べ応えが肉に押されて存在感弱い。スープは通常版と違いはなく、ややコンビニ麺らしさが残っている。し、よぼめな感じ。うまみは弱い。黒胡椒は味の変化に役立ってくれますが、特段大きな変化はない。ただ粗引きなためか血行粒がでかいのもある。 胡椒入れると食感は悪い。価格は税込み578円。ローソンのアプリにクーポンがあったのですけど冷たい麺、冷やし北方ラーメン、肉盛り、とセット間違えて折り使えなかった。わかりにくいのである。肉8枚らしいのですけど麺まぬきでこの価格差は微妙なところ。私的には、 肉量同じで麺もありで598円くらいでもいい気がした。ただしその前に麺とスープ強化してほしいですけどね。タンパク質 27.5g とノーマル版よりも 3g 増えている微増な内容。通常版はタンパク質 24.3g ですから肉量極端には増えていない。糖質 51.0g は麺類としては低め。